止まったり立ち上がったりしながら転がる、とっても面白い動きをするコトンコトンおもちゃの作り方です。型紙をダウンロードしたら、図のような大きさになるようプリントアウトしてください。自分で同じように図を描いても構いません。周りのいらない部分を切り取ります。この時、横にくっついた長方形の端に切り込みを入れておいてください。点線の部分にハサミなどで折り筋を入れ、しっかりと折り曲げておきます。両側を曲げて貼り合わせますが、簡単な色や模様は先に描いておくといいでしょう。炭酸乾電池を3本包み、セロテープで貼ります。横の長方形の部分もセロテープで貼ります。最後の1箇所は乾電池を1本残し、2本抜いてから貼ります。この時ギュッと押さえると変形してしまうので、形が崩れないよう軽く押さえて貼りましょう。飛び出ている角の余分な部分をハサミで丸く切り取れば出来上がりです。みんなで作るときは手順を大きく書き、動画で簡単に説明してから作業するといいでしょう。平べったい箱や斜めにした台を用意しておき、転がり方を試したり、みんなで遊んだりできるようにしておきましょう。